皆さん、こんにちは。ジャーナリストの、えー、篠原丈一郎です、えー。今日はですね、えー、別チャンネルにしてますね、ニュース丈一郎のです、ね、7月10日土曜日朝9時からの配信分のですね、えー、準備をしているところですね、えー。今日まではですね、いろいろほぼ1週間旅をしてまいりまして、公、えーまあ、演がね、いくつかあったんですね。 えーまあ、そんなことで九州、主に日本の南の方ですね九州、沖縄も行ってきてですね、えー、今日帰ってきたところなんですけどね、えー、この間にです、ね、いろいろニュース上一郎チームもです、ね、いろいろ取材もしまして、えー、またいろんなニュースについて分析もしましてねそれをまとめて明日お届けするということになります、えー、ただ、結構ね、えー、今回は重たい話題が多いわけなんですよ。 で、まあ、どれも大事なんだけどね。で、大事なぜニュース全部できてるわけじゃないと思うんですね。でも何を、これは絶対避けられないと思ってるのは、もうこれ本当に、もう本当になんか、あ悲しい話ですけどね。えー、今確認されている亡くなった方がですね、9名いらしてですね、まだ二十数人が行方不明っていうね、えー、熱海の土石流事件ですね。 事故っていうのは、なんかあまりにもこの人,人為的なですね、要因がありそうな感じなですね。事件って言いたくなるんですけどね。まあこれを一番目にですね、まあ特集をね、まあこれから書くんですけどね、えー、特集を三つって大体定番にしてきつつあるんですけどね。第一はもう一番大事な話題としてはね、えー、熱海の土石流の事件ではないかなと思うんですね。 ですから、特集の位置にちょっと、それを入れていきましょうということなんですね。でこの土石流についてですね、えー、私は実はあの、まあ、国会秘書、まあ、特に共産党の秘書の時もね、いくつかですね、あの扱ったことがあるんですね。土石流で、えー、工事をね、河川工事をしている人が亡くなった時のですね、補、え、償、ー、問題なんかも、 国と接種をしたりとかね、調査をしたりってことをやったんですけどね、今回のはね、あまりにもね、あのー、なんかこう無責任な開発の結果のような気がしてならないんですね。で、詳しくはもちろん明日お話しするんですけどね、えー、ともかく、あのー、私もネットで見ましたらね、 えーまあ、学者の方もいろいろツイッターなんかで発信してましてね、えー、例えばすぐあの土石流が発生したですね、えー、まあ、ほぼその発生地のすぐ隣接してですね、例、ね、のあの、いろいろな面で、えー、問題になっているーソーラーパネルのね、 発電所太陽、太陽光発電の発電所が設けられていて、その要するに山があってですね、山の斜面を利用してるんだけど、えー、伐採してるわけですよね、木をねで。木っていうのはやっぱりその、保水力の問題ね、水をとど、まあ、めることと同時にですね、山が崩れないように根を張ってるわけですよね。 こういうもんがなくなっていくとですね、ただただ水が染み込んでいくこととどん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 流れて他のところからですね、いろいろ変化が出てきちゃうわけでね、そういう点ではね、ちょっと問題かなと。ただね、 えー、地リりを、要するに土石流のですね、最初の短所になる地ベりっていうかね、それを起こした場所とは、尾根を挟んでね、反対側、まあ、すぐ隣接してるんですけどね、まあ。原因についてはね、まだまだ、ああ、解明する必要があると思いますが、しかしながらね、やはりね、明日詳しくお話しするとしてもね、ともかくね、えー、10年以上前から、 ああ、まあ、盛り土がされてるとかね。えー、どうも、その、当初ですね、届け出た開発目的とは違うことと、内容と目的が違うと。で、えー、散々ですね、荒らして業者が逃げちゃうっていうことをやってると。これ責任問題どうなるかということを、今後ですね、えー、どうやってですね、 安全を守るためにやっていくかっていうとね、この事件はないがしろにしちゃダメだと思うんですね。それで私は特に取り上げることにしましたが、場合によってはこれね、明日一回じゃ無理かなと思ってるんですよ。だから、今後ですね、あのやはり追走っていう形でね、捜査しながらですね、いろいろ追いかけていく事件になりそうな感じですよね。えー、熱海の土石流ですね、これね。熱海の土石流。なんて書いたらいいのかな 端的にね、えー、例えば行政と開発開発側の責任にしとこうかなね。 責任あの責任っていうとね、あれなんだよね、あの責任逃れっていうのと、対つになってくるんだけどね、どうも僕はねあの、ただ、いろいろはっきり言うと、疑い持ってるわけですよねっていうのは、ま,あ、まだまだこれ、問題広がってくると思うんですけどね、何しろこの間、6月20日にね、えー当選、再選された川勝知事の件なんですよね。 川勝平太知事、あの親中派というか、美中派だよね、僕からするとね。まあ、このことと直接関係するかは別にしてですね。でもこのソーラーパネル問題ってのは中国ですよね。で、どうもですね、いろいろ寄せられてる話ですとね、えー、土地の、ね、買収、えー、私もちょっと簡単に調べかけたことはあるんですけど、お はっきり言って、この静岡県のね、土地買収の状況ってえ、チャイナが結構やってるわけなんですよ。だからそういう点もね、招き入れてるのかな。で、今回、あの、テレビご覧になった方はですね、あの、この土石流に際してですね、ソーラーパネルを設置してですね、発電運営してる会社のね、社長さんが出てきて記者会見してました。まあ、あの、韓国の方、在日韓国人なのかなわかんないんですけどね、韓国の方ですよね。 で、あと、わかってるのはですね、土地の現在の所有者ね、ソーラーパネルの土地も、地滑りを起こした土地もですね、土石流を起こした土地もですね、えー、土地っていうか、発起点ね、同じ業者さんが持ってるんだよね。でこの業者はいろいろ問題言われますけど、まだそこに突っ込んでいくとね、問題の本質見えなくなるんで、あまり突っ込みませんけれど、しかしいろいろ問題は秘められている。 行政や開発側の責任の問題ね。こういうふうに今タイトルしてみましたけどね、えー。行政や開発側の責任問題、あと業界の闇のような問題ね。えー、私もいろんなね、この特に土を持って 土を掘って埋めたりとかいうことについてはねいろんな不正をですね過去を取材したりあるいは調査してですね国会で取り上げたりということもありました問題解決したこともあれば解決できなかったこともありますその経験を照らしてね今回の問題ね一体どんなことがね考えられるかということをやっていきたいですね、えー、そうした点でね、えーえー 届け出届け出と監督監督ですね届け出と監督えー、業業者,業者の追及 っていう,ふうにしていきますかだ業者名をあれこれ言うのやめようと思うんですね。あの責任の所在はっきりしないときはね。ただ、まあ、責任は業者にあるということははっきりしてるんですよ。ですから、その辺も含めてね、何が問題なのかを明らかにしたい。それからですね、えー、これはまあ明日また詳しく言いますけれども、全国でですね、 あのここ数年見ただけでも、千数百回ですね、同じような土砂、まあ、ああ土石流土砂、土砂崩れみたいなことが起きていて、えー、かなり全国的には問題になってるんですね。で、それとのですね、ソーラーパネルのその発電所の関係、あるいは、あなんていうかな、その、乱開発というよりは、違法開発って言っていいと思うんですよ。そういうものとの関係がどうなるか。 あそこにですね、政治はどうかかるべきかということは明日考えたいと思います。それ特集の2番目なんですけどね、特集の2番目はですね、えー、これはちょっとね、異例のことをちょっとやるかもしれません。ちょっとね、ここのとこ僕は心配してるんですけど、お政治へのね、えー、信頼度ってどんどん下がってると思うんですね。この間、あのー、7月4日に投票されたですね、 都議会議員選挙も、投票率がね、えー、確か42、3%の範囲でしたね。4 2何で、多分史上最低だったと思いますね、都議選としてね、えー。もう政治変わらないやと。それはあまりね、危険なんですけどね、そう思うのはね。えー、それにしてもね、今回もね、その政治不信を煽るようなことがね、えー、自民党とですね、広島県にカーッと起きてしまったと。 例の河合克行夫妻の事件ですね。河合克行安里夫妻の事件ですね。河合克行さん、旦那さんはですね、えー、衆議院議員、えー。で、安里さんは、これはですね、えー、昨年の選挙かな。参議院選挙、2019年なのかな、参議院選挙ね。で、当選されたんですけども、えー まあ、二階派の方の方動きなんですよね、えー、でそれでですね、まあ、事の成り行きからすると、まあ、奥さんをですね、まあ、ともかくなんとか当選させたくて、えー、地方議員、えー、などですね約100人に お金を配っちゃったんですよ。まあ、他にもですね、例えばあのー、規定のですね、報酬を超えた分だけ、例えばウグイス状にお金を払った。3万円払ったと思います。えー、法的な規制ではですね、1日ニットが1万5千のところ3万円払ったということも問題にされてました。これはまあ前に僕も問題した通りですね、そんなことって、はっきり言えば正解ではよく行われてる話なんでね、それだけで事件にはちょっと辛いなと思ったらですね、 まあ、数十人。これについてはですね、えー、まあ、事件になって当然だろうと。で、しかもね、本当は解明すべきところは、この原資になる、買収の原資になるですね、お金っていうのは、自民党本部から、明らかに二階俊之幹事長の決裁で支出されて、この河井夫妻側に渡された1億5千万。で、実はなんでそんなことがあったかっていうとね、もともとこの広島選挙区というとこ、参議参議院の選挙区は、 えー、岸田派のね、えー、方がですね、えー、現職でいらした。で、この方は落ちちゃうんですね。で、もともとこの二人しか、あの、要するに定員がないところに自民党二人立てたら無茶なんですよ。 それなのに無理無理ですね、河井安里さんを仕立てて、で、選挙資金だってことで1億5千万をして、で、一方のですね、この岸田派のね、候補者現職の方には1500万円しか出ないってうんで、10倍の開きがあるわけですね。これは前もお話ししましたけどね、この河井夫妻事件についてね、まあ、いろいろ解明しなきゃならないことがあるのに、なんと蓋をする動きになってる。検察自ら蓋をする動きになるってことで、なんでね、例えばこれ、買収した方も悪いけど、 買収された側、100人ですよ。買収された側、これはちょっと赤で書いちゃおうかな。不起訴の回。不起訴って言ったらね、まあ不起訴でもいいんだけど、不起訴もいろんな種類あってね、えー、起訴猶予だそうです。 基起訴猶予だから、事実行為として違法行為あったけど、まあ、起訴は猶予してあげるよと、ということですよね。不起訴の回。ね。こういう、こういう感じですね。河合夫妻事件、買収された側、不起訴の回。これ実はですね、 あの、広島県でかなり有権者の方が怒ってるんですよ。それで、えー、実はそれに先立ってですね、政治家がね、40人ぐらいこれ買収されてる。で、額から言うと、一番少ない人で5万円、えー、高い人で300万ぐらいなんですね。えー、で、今までね、えー、こんなにね、で、しかも人数、全体で買収されたと認定された人数はですね、100人ぐらいになるんですよ。で、これは起訴状に載ってるんですね、検察のね。 これが全部一括不起訴っていうのはね、おそらく、この、まあ、選挙不正なんかを、あるいは特に買収事件ですね。贈収賄も含めた買収事件でですね、審理がされた際、初めてのことじゃないかと歴史なんでこんなことが起きるんだということですよね。まあ、あれですね、高額。高額買収ですね。 高額買収受け取り側受け取り側に受け取る側がいるからねこういうことはね罪はないのかと。 受け取る側に罪はないのか,か ?300 万受け取った人いるんですよね。まあ、こんなとこですかね、これね。これもかなり詳しくやりますけどね。河合夫妻事件、買収された側不起訴の会、高額買収、受け取り側に罪はないのかというのを第2番目の特集にしたいと思っております。まあ、広島県の方はぜひね、 頑張ってね、これ正していただきたい。あのー、これでね、よくね、野党支持者の人簡単に自民党はだから腐ってるとか言うけど、そういうもんじゃないですよあの。僕、広島行ってこれ取材してきましたけど、自民党の人が一番怒ってますから。ねこれじゃあ自民党潰れちゃうよと思うんですね。そ,それで一方ですね、えー、結構ね、左派もね、バッコしててね、不法行為をやってるところが広島なんですね。えー、まあそういうこともあるので、 ぜひですね、本当に政治っていうのは何を期待されてね、えー、どういうことをしていくべきかということをみんなでこれ考える機会にしていただきたいなと思うんですね。そして特集の3番目。これは皆さん、やはりこの問題やらないわけにはいかないなというとこなんですけどね。いわ,いわゆる経験問題ですね。特集の3番目。ここのとこ毎回3番目やってるけどね、これ解決するまでやら,やらざるを得ない。やらざるを得ないけども、 あのー、なかなかね、これ、自主取材してるけどね、新事実ってのはあんまり出ないです、率直に。でもね、今回かなり重要な問題になってきました、これね。というのはね、えー、はっきり言ってね、眞子内親王殿下ですね。眞子内親王殿下と、おお。 小室さんですねまあ婚姻ですね婚姻年内は進展進展 せずですね。こうですね。眞子、眞子内親王殿下および小室圭さんの婚姻年内進展せずの見通しということです。えー、これはですね、えー、どういうことかと言うんですけども、まずね、スケジュールのハードル。オリンピックとかいろいろありますよね。オリンピックとかいろんなことがあって、 きつきつなわけですよそれといろんな例えば流行り病の影響とかねイベントが目白押しなんですよね。 なし,なしまあ実はですねこれどんなことがあってもね例えばいろんなあのかいろんなこと言われます事実婚やっちゃうんじゃないかとかいろんなこと言われますけどね現実性低いですね。というのはね事実婚やるには何て言うかな いろんな形で、こう、うちを出てかなきゃならないけれども、うちを出てくっていうことについて、功績離脱をされない場合ですね。え、されない場合が想定されてるんだけど、警備体制とかそういうことを取ることがは,はっきりで不可能ですよ。どんなわがままにったって、え、無理なわけで、今でも相当わがままでね、4月中帰るか帰れないかわからないためにですよ。五輪警備の体制の方にも圧迫をかけてるというような話がね、 えー、まあ、当局筋からも聞こえてくるわけなんですよ。で、その上ですね、かなりもう、いろいろ行政面の点でもね、これは無理だと、あと、971市長の方でもね、えー、皆さんがいろいろ電話したり、私の方も取材するとね、全くですね、年内に動くような準備は一切しておらんと。 で、実際、正式に、まあ、婚姻される、婚姻に進む場合もですね、納祭の儀ってよくありますけど、納祭の儀一つもですね、全く準備されてません。えー、これはですね、えー、小室さん側の本もですね、えー、人を立てて、親族から人を立てて、親族でなくてもいいって言うんだけども、全くですね、その納祭の儀で人を立てて、えー、まあ、三宅をご訪問してですね、まあ、あ,あれですよね、えー、 弓のを収めるような、そういうような死者は立ててませんし、そのほかですね、えー、皇族がご結婚される場合、仮にですね、結婚先嫁がれて、皇籍離脱を最終的にされる場合でも、国旗の儀いわ、いわゆるいつ結婚するよってこともやり、それからですね、 朝見の儀、朝見とはもう古いお言葉ですけども、天皇皇后両陛下にご面談されてね、結婚いたしますのでということをね、まつげるというような儀式があるわけだけどね、とてもじゃないけど、そんなことはできないというようなところなんですね。したがって、ただ問題は、年内にそれがまた過ぎていくと、 おぉ、喉元すぎると何たれで国民の側が緩んじゃいかんよ、ということではないかなと思うんですね。これが特集さん、詳しくやります。えー、それからですね、他の話題ですね。他の話題はね、本当は話題いっぱいんだけどね、ちょっとね、熟してからね、特集でやろうかっていうのも多いんですね、世の中の話題でね。ですから、とりあえずね、えー、継続していってる話とですね、えー、まあ、 今後また特集にやっていく可能性があるよという話をね、2つほどね、やるんですけど、1つはですね、えっ、ー、と、待ってくださいね、最近はこういうのね、メモ取っちゃうからね、まあ、2回、また2回だよ。また2回、また出てきた2回。2回し。 都知事二小池都知事,二小池都知事国政復帰復帰ね大歓迎 っって言たんですよもうちょっとあれかなね赤線入れてやるかなこれは短くお伝えするニュースですけどねこの間ねあのー、私行ってきましたよね新進党同窓会 小池百合子二階俊博小沢一郎でなんか画策してますよと、えー、小池百合子を国政復帰させてね女性最初初に初めて持ち上げて、まあ、それをシンボルにしてねどうも政局を企んでるんじゃないのこの人たちはと二階さんもどうも幹事長の次の座危ないしなといろんなことを考えてるんじゃないかなという折にですね、えー、この二階さん秋口には必ず総選挙がある中でね えー、小池、えー、都知事のですね、えー、国政復帰、大歓迎というの、ね、は意味深ではないかという周辺事情をお話したいと思うんですね。そして、えー、最後のニュースですね、あしよ、北朝鮮、北朝鮮ですよ、NK 国。ねえ。 北朝鮮もいろいろね、我々問題抱えてますからね。えー、後目争い。もう、どっかのね、反社の、反社みたいなもんだからね。後目争い。後目争いで。これはこの間もね、言ってきてますよね。えー、後目争い。えー、後目争いで。 ジジョンンがリベンジかこれ非常に重要なんですよね。というのはね、あの中国がいろいろね、また動き始めたわけですよ、北朝鮮に向けてね。どうも9月、9月にはね、9月にはあ、キム・ジョンらしき人を招いて、ですね、まあ、北京に訪問していただいて、 日朝相互友好援助条約の発効61周年なのかな、60周年なのかな、60周年ですね、1961年だからね、60周年の記念の、ね、イベントを、両国の政府、軍等のです、ね、主要幹部を揃えてやりたいと。 いうことを発表したけど、まあ、チャイナの言うことにしてはね、曖昧なこと言ってね、散々持ち上げといて、最後にはですよ、えー、でも、新型何々の感染状況によっては延期されるかもしれないというね、非常に弱気な、弱気な発表をですね、えー、チャイナ外交部は行ったわけなんですよ。で、その一方ですね、どうも構想が続いております。 あの NK 国ではね、その状況との絡みをですね、簡単に触れてお届けしたいと思うんですね。明日のですね、お題は大体こんなところですけどね、えー、明日あー、2021年7月10日土曜日朝9時、ニュース上一郎、ライブ配信で1時間ニュース解説を行っております。えー、もっと詳しいね、 ホワイトボードも出てきますからね、皆さん期待してください。ということで、明日ご覧になるのをお待ちしてますんで、どうぞよろしくお願いしますありがとうございます。